筋力石は鉱物の一種。素性はビルに応んで、色は黄色、帯黄緑色、緑色、褐色など様々であるが、黄色帯黄緑色が最も多い。斜方象系、モースコード8.5、密度は 3.8g/ 立方センチメートル。ペグマタイトや変成岩中に産出する。筋力石の変種には変わったものがあり、 研磨により明るい光の筋が見えるキャッツアイや光源により色の変わるアレキサンドライトなども筋力石の変種である。この二つが同じ鉱物であることはあまり知られていない。筋力石以外にもキャッツアイ効果を示す鉱物があるが単にキャッツアイという場合はクリソベリルキャッツアイのことである。その他のキャッツアイ効果を示す宝石は宝石名と合わせて表記または呼称される。 また、筋力石の中には、変色効果とキャッツアイ効果を合わせ持つ、アレキサンドライトキャッツアイと呼ばれるものもある。単緑色黄緑色の筋力石は、クリソライトと呼ばれる。キャッツアイ、アレキサンドライトは共に希少価値が高く、従って高価な宝石である。そういった効果のない単色のクリソライトは、ビクトリア朝時代には、それなりに人気があり。 ジュエリーも数多く製作されたが、今日においてはこの系統の色は人気がないので、ジュエリーに加工されることは、まずなく、原石あるいは裸石のまま収集家のコレクションに収まるか、あるいはちょっと加工して、大きさや美しさによる価格変動の幅も狭いまま、飾り石やパワーストーンに仕立てられて販売される。なお、宝石としてのクリソベリルの大きな特徴として、 トリートメントにより石を人工的に美しく見せる手法がないため、いわゆる処理宝石が存在しない事実が挙げられる。筋力石。ありがとうございます。